オープニングセレモニーを始めさせていただきます。これからオープンなんですけども、今までオープンするまで準備してきてた達成感っていう気持ちもありながら、地域おこし協力隊の3年間で今後の最上町の生活も決まってくるので、気を引き締めて頑張っていきたいと思います。体験できるすごい東北芸術工科大学で陶芸を専攻していて、その学んだ技術と研究を用いて、その工芸品のない最上町に新しい工芸品を作ろうと思い、窯を築きました。神室窯では陶芸体験をしているので、陶芸体験を通して皆さんに陶芸の楽しさを知っていただきたいです。また作品は粉引きという技法を使っていて、それは真っ白い色合いが特徴なので、皆さんにその色合いを楽しんでいただきたいです。